というわけで早速冒頭でね10個開けさせてもらったんですけど、今回はこちらの呪術廻戦ウェハースを見ていこうかなと思います。でこちらの呪術のウェハースなんですけども、めっちゃ人気で、最初のツイステのウェハース並みに人気だったんですけど、1時間2時間レベルでなくなったらしくて、僕も夜、遅かったんですけど自転車で2時間ぐらい回って、やっとコンビニ1店舗残ってるとこを見つけて買わせてもらったってぐらい入手難度がね今回高かったですね。で今回のウェハースに関してはいつも通りね、もうバンダイのウェハースでおなじみのねバニラクリーム味っていうことでね、もう味は皆さんご存知かと思うんですけど、カードに関しては25種類のメタリックプラカードが1枚入ってるっていうことで、内訳としてはキャラクターカードが14種のビジュアルカードが4種類のスペシャルレアカードが7種っていうことで、簡単に説明すると、キャラクターカードはまあこんな感じでね、まあこんな感じでキャラクターがポンとねど真ん中に入ってて、後ろにキャラクターの名台詞っていうのかな、セリフと説明が書いてあるっていう感じのが14種類入ってるっていうことで、ビジュアルカードっていうのがまあここに置いてあるね、この3種類がビジュアルカードになるんですけど、これが4種類っていうことで、ぶっちゃけあと1種類当たってればビジュアルカードは揃ってたって感じですね。ごめんなさい、この3つでした。そう、この3つになるんですけど、で最後にスペシャルレアカード7種っていうのが、どうやら、このスペシャルレアカードは豪華金色白押し仕様で、限定書き下ろしカードも収録っていうことで、今回のウェハースに対して書き下ろししましたよっていう、かなりレアなアイテムになってるらしくて、今回ね1個当たってるんですよ。この五条先生がスペシャルレアカードらしくて、このね今までウェハースって書き下ろしってあんまないイメージだったんですよ。ツイステとかも書き下ろしない、ただの既存絵をまあプラカードにしましたよっていうのがねまあおなじみだったんですけど、そういう意味では今回の呪術のウェハースはね結構ね買ったら買ったでまあ既存絵じゃないっていうことでね、アドバンテージ高いのかなって思いました。でなので今回に関してはキャラクターカードが 1,2,3,4,5,6 種類のビジュアルカードが3種類のスペシャルレアカードが1枚といった結果になってますね。じゃあ軽く順番に見ていこうかなと思います。はい、じゃあキャラクターカードが当たったのが善意真希さんのパンダ先輩、両面スクナの結里翔子さんの、伊地知さんのヨガ理事長っていうことで、まあ最推しのナナミンが出なかったっていうことがちょっとねっていうとこなんですけど、まあ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 最初のグッズ回収としてはまあ悪くないでしょうっていうことで、次がビジュアルカードですね。ビジュアルカードがこの1年生3人組のまあ名シーンと、2年生組だね、2年生組と、これ謎だよねこれこの組み合わせがよくわかんない。五条先生と家入さんと伊地知さんの、別にあーでもあれなのかな、虎杖くんが死体として運ばれたところを抜粋してるんだと思うんですけど、ここの五条先生は全然関係ないよね。上後戦の時のやつかな。ちょっとこの組み合わせがまあ意図が読めないかなっていうところで、最後がこちらですね。スペシャルレアカードの五条先生ということで、書き下ろしね、このね彼の特徴である目をねちゃんと写してくれてるイラストをね書いてくれたわけなんですけど、これ多分みんな一番欲しかったやつじゃないですか。僕もこれ当たると思わなくて、ツイッターの情報とか見ても一箱に必ず1枚入ってるっていうわけではないらしいので、結構レアらしいですね。当たると思わなかった、超嬉しい、ありがとうございます。
うん、そんな感じなので、今回の呪術のウェハースに関しては、手に入れられた人はね、マジでラッキーだったなと思うんですけど、今見つけるのはぶっちゃけ難しいと思いますね。結構ね、完売だからね、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ買えた人はラッキー。買えなかった人はちょっと再販がね、まあ多分あると思うので、それをちょっと待つのがいいのかなと思いました。この動画が良かったらチャンネル、グッドボタン、あとチャンネル登録もしていただけるとありがたいです。次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。